白羽の風色歴天然記念物指定時の標本石。発見者である栗林沢市と坂口健が天然記念物指定以前に採集したもの。枯れ右下から左に並んだ3個の大きなものは新谷地区の更新塚で1940年12月15日の発見時に採集されたもの。牧野原資料館提供。 2019年11月29日撮影。一定方向からの強風と被差により、白波の風色歴が形成された。白波の風色歴産地とは、静岡県尾前崎市白波にある、国の天然記念物に指定された、風色歴の産地である。風色歴とは、一定方向からの強風で吹き飛ばされた微細な砂や土が、 長期間にわたって、歴や岩石に吹き付けられることにより、表面が研磨され、削られてできたものである。風色歴が形成される場所の条件は、常に強風が吹き続ける場所であるだけでなく、吹き付けられる側の岩石の表面を削り続けるため、必要となる大量の飛砂の供給源が、風上側に存在しなければならない。一般的にこのような条件を備えるのは、 砂漠のような乾燥地帯であり、日本のような湿潤な気象条件下では、風植歴はほとんど見られず、わずかに伊豆大島の三原山急河口周辺の砂原と小笠原諸島の伊王島で確認されていたに過ぎなかったが、1940年に静岡県西南端のお前崎にほど近い灰原郡、白羽村において静岡県内で小学校教師を務めていた。 栗林沢市と坂口県により多数の風植歴が発見された。白ラ地区で風植歴が発見された後に、本州太平洋沿岸の数カ所や北海道北部沿岸で小規模な風植歴産地が確認されたが、白ラ地区の風植歴は日本国内で最も産出数が多く、その形状も完全なものが多いことから、 1943年8月24日に、国の天然記念物に指定された。白羽の風色歴産地静岡市白羽の風色歴産地の一白羽の風色歴産地は、静岡県最南端のお前崎の西方約3キロメートル、お前崎市、白波あざおだかに位置しており、遠州灘海岸沿いを東西に走る静岡県道357号、桜御前気候線に面した。 標高約30メートルの海岸段球面上の一角に天然記念物指定の石碑があり、県道より陸側の黒松などの林に覆われた古い砂丘の地表面の南北300メートル、東西100メートルの区域が国の天然記念物に指定されている。風色歴とは微細な砂を含む卓越風にさらされた粒手の飛砂が吹きつける。 風上側の面が削られてできたもので、このような風の作用により削られたつぶてを、風色歴という。したがって、風色歴とは形状を表したものであって、特定の岩質を指すものではなく、白葉の風色歴産地から産出する風色歴は、砂岩、黒雲も変魔岩や、花崗岩など変化に富んでいる。お前崎一体は陶器になると、 遠州の空っ風と呼ばれる西からの強風が吹き続ける場所として知られており、お前崎速攻所の観測データから作成された風、ハイズによると西から東へ向かって非常に強い風の吹く卓越風が発達していることがわかる。また、風上方向となる西側に伸びる遠州な灘海岸線には長大な砂浜が続き、 その陸側には風植歴を削る役割となる莫大な量の砂の供給源となる浜岡砂丘、千浜砂高し、さらに西側にも中田島砂丘といった砂丘が複数存在するが、これは天竜川型量の砂歴を海に運ぶことに加え、砂の層を多く含む厚み半島南岸が波の侵食を受け、西から東へ流れる沿岸流に乗った砂が、 州習灘沿岸に大量供給され続けるといった砂丘形成には好都合な条件が重なっていることが大きな要因である。また天然記念物指定エリア一帯の海岸段球場は砂を含んだ西からの卓越風を直接受ける位置にあり、地表には風色歴の元となる粒手が多数散在していた。この海岸段球場に多数の粒手があった理由は、 更新世の頃の海新の際に海岸沿いにあった岩石が破色を受け丸く磨かれて硬い粒手になりその後この一帯が次第に隆起した結果風色歴が作られやすい丸みを帯びた粒手が大地上に散在したものと考えられているこのように大量の砂の供給、飛車現象を起こす継続した強風、その風と砂を待ち受ける破色された丸い粒手の存在という 日本国内では、極めて稀な風色歴が形成される地形的、気象的条件を備えている。風色歴の産地として、白葉が知られているのは、風によって削られた平滑面と、明白な稜線が生じた粒手を算出するところが、大きい。歴を吹き飛ばさない程度の一方方向から吹く強い、風により、風上側の表面が削られて平滑になった粒手が、 突風など何らかのきっかけで動いて、向きを変えると、新たに風上側となった面が同様に削られていき、やがて最初に作られた、平滑な面との境界部分に鋭利な両角ができる。この段階では、両角は一本であるが、歴が、再度向きを変え、また別の面が削られると両角は、複数本になる。このうち三本の両角があるものは三角石と呼ばれ、 風食歴の代表のように沈徴されており、国土地理院ホームページの日本の典型地形の海の作用による地形セクションでも風食歴の代表的事例として白葉の風食歴産地が参加ドイシとして取り上げられている。なお、地形用語としてのドライカンターはドイツ語の3つのエッジから来ており、両角が1本のものはアインカンターという。また、両角が 複数本あるものの中には、形状が、石膚型や石膚型をしているものがあり、あまりにも鋭く削られ尖っているため、発見当初は石器に間違えられたという、白葉の風色歴、牧野原資料館提供。1940年12月、お前崎の北方に位置する、相良神城高等小学校で教諭を務めていた、栗林沢一は、 お前崎にほど近い灰原郡、白羽村新谷にある、甲新塚の土森の中に、鋭い両角を持つ見慣れない形状の石を見つけたが、何の石なのかわからず、同じ小学校で教師を務める同僚でもあり、地域研究仲間の坂口健を誘い石符と思われる三つの石を採集した。黄新塚のある新谷地区の人たちに、ここの石はどこから運んできたものか尋ねたところ、 新谷の南側に位置する小高地区から運んできたものであることがわかり、早速二人は小高へ向かい松林の中を探すと、同様の両角を持つ石が大量に見つかった。その形状から二人は石符ではないかと考えたが、どの石にも人工的に削られたような形跡は見当たらず、二人は首をかしげたという。石は小さいものでは、米粒大で、多くは、 直径数センチのものであるが、大きいものでは、直径15センチに達していた。石器に似た両角を持つ石が大量に、しかも地中ではなく、地表から見つかる。このような石が形成される原因を考えたがわからず、自前で、疑問は日に日に大きくなり、研究者らを尋ね回ったが満足のいく答えは、得られないままであった。意を決した栗林は採集した石を持参し、地理学者、 地形学者として巧妙な辻村太郎、東京帝国大学教授を東京へ訪ねた。辻村は山崎直方と共に日本地理学会創設に関わった日本の地理学をリードした人物として知られている。栗林が辻村を訪ねたのは太平洋戦争勃発直前、食料品など生活必需品は配給制で国鉄の切符も手に入りにくい時代であった。 鑑定の結果、日本国内では極めて珍しい風色作用によって作られる風色歴の一種、酸化土石であることが判明した。白羽の風色歴産地天然記念物石碑。2019年11月29日撮影。白羽の風色歴。牧野原資料館提供。鑑定を終えた辻村は栗林にこのように声をかけ、その発見を称えたという。 白ラ地区の風色歴は1943年8月24日に当時の村名白ラ村を冠したした白ラ村の風色歴産地の名称で国の天然記念物に指定され同村が1955年3月に東隣のお前崎村と合併しお前崎町となった2年後の1957年7月31日に今日の指定名である白ラの風色歴産地へ 名称変更された。白葉の風飾歴、牧野原資料館提供。坂口は天然記念物指定以前に採集した酸化土石を含む風飾歴を多数所有していたが、1968年に2つの木箱を作成用意し、対応を記した裏書きを添えて50個の酸化土石、風飾歴を整理保存した。その後、 坂口は栗林とも相談し、所有する木箱に入れた50個の標本を、収蔵庫が完備する相良町資料館へ寄贈することを決め、1990年9月1日付で、国指定天然記念物参加土石寄付の添え書きと、共に資料館に寄贈した。参加土石の寄付について長々と書いたが、後世参加土石の発見者は誰であったのか どういう経過を経て国指定の天然記念物なったか分からなくなるであろうと思う。この歩みを知っているのは二人しかいない。栗林先生も私も明治生まれである。この機会に栗林先生の功績を称えつつ、共に歩いた郷土の山賀を懐かしみつつ、記録に留めた次第である。国指定天然記念物参加土石四付府の添え書き。九百九十年九月一日。 坂口県白波の風飾歴、牧野原資料館提供。前述したように風飾歴は、風が激しく被災現象が多く起きる場所に形成される。もので、白波地区以外の日本国内で風飾歴、三加土石が確認された例としては、小笠原諸島陽東千鳥が、原の安山岩歴、伊豆大島の三原山南西六の灰青色安山岩歴があり、 このうち伊豆大島では1950の51年の噴火で風植歴の一部が埋没している。また、参加土石が発見された位置から1777年の噴火後に形成された可能性が高く、従って伊豆大島の参加土石は百数十年の年月をかけて形成されたものと推定されており、このことから噴火死闘が存在せず、 形成年代を決定できる資料のない、お前崎白葉地区の参加土石も、その形成には、三原山と同等の期間を要したものと考えられるという。白葉の風植歴発見の後、地理学者らにより、風植歴の算出される場所が各地から報告され始めた。茨城県中郡、平磯町、磯崎付近。 静岡県小笠郡市新田町海岸線より1.5キロ内陸、同県浜松市の中田東砂丘、愛知県の伊良湖岬、さらに北海道西北部の稚内市西海岸のルエランでも確認されたが、これらはいずれも白羽の産地と比較して小規模であり、風飾歴の形状も白羽ほど完全なものは少ない。実際、国の天然記念物に指定されている風飾歴は、 白羽の風色歴産地のみである。県道沿いに面する白羽の風色歴産地。正面遠くに浜岡原子力発電所が見える。白羽の産地の周辺は畑や宅地になっているが、天然記念物に指定された範囲は文化財保護法により保護され、原型の地形のまま、黒松などの林に覆われている。かつて山下土石が形成された頃は、 植生の乏しい砂原や砂丘などが一面に広がっていたと考えられており、発見当時は黒松林の中の小砂丘の地表面に風植歴が数個ずつ群をなして散在していたという。また、1970年に指定エリアに隣接した道路の拡張工事が行われた際、砂岩歴や軽質祭流砂岩歴などでできた拳台の三角石が産出されたが、 硬さが不均一な形質砕流砂岩歴は表面に、シワ状凹凸があったのに対して、砂岩歴でできたものは滑らかで美しい酸化土石を形成していた。白葉の風色歴は各地の大学や研究者、観光客らに拾い尽くされ、持ち出され、今日では、ほとんど見られない。1991年に亡くなった発見者の栗林沢一は、生前。 天然記念物の指定がつぶてではなく、産地でよかった。産地は、持ち去ることができないからね。とよく言っていたという。お前崎市教育委員会によれば、風上の砂丘地帯の砂防事業が進み、砂が飛びがたくなった影響などにより、今日では、風飾歴が形成されることはほとんど認められないと、いう。酸化土石を含む、 白羽の風色歴は、お前崎市海鮮なブラ市場観光物産会館な、ブラ館、浜岡原子力館郷土展示ホール、牧野原市資料館などが所有保管しており、展示期間中は見学することができる。風色現象の影響による国指定天然記念物、ありがとうございます。